ボルボ164は、スウェーデンの自動車メーカーボルボが1968年から1974年まで生産した当時のボルボの最上級乗用車である。同社としては、初めての高級車市場への参入であった。164の基本的な成り立ちは、2年前にデビューしたボルボ140シリーズの直列4気筒エンジンに、気筒追加した。 直列6気筒 3000cc エンジンを延長したフロントエンドに搭載したものである。6気筒化に合わせてギアボックスやステアリング機構は新設計されている。AT 車についてはボルボでは初めてのパワーステアリングも標準装備された。ボディは4ドアセダンのみの設定であった。内装も木目パネルやオプションで選べる本革シートなど、 それなりの装備が設定されていたが、すでにこのクラスの高級車では、常識となっていたパワーウィンドウについては、故障時の安全性に確信が持てないとして、採用されなかった。1971年までの164には、ゼニス製ツインキャブレターが装備されていたが、1972年モデル以降は、ボッシュ製のディジェトロニック電子式燃料噴射システムが搭載され、 性能と排気ガスのクリーン化を実現した 164E となった。また、1973年には144、同様にダッシュボードも刷新され、1974年には衝撃吸収バンパーが標準装備となった。164は1974年に後継車種として、ルノー30、プジョー604と共通である 2700cc の V 型6気筒素端ピーブエンジンを搭載したボルボ264が登場した後もしばらく並行生産され1975年までに14万6千8台が生産された。日本にも当時のボルボ輸入代理店であった北欧自動車によって輸入され柳瀬が販売した。ありがとうございます。